はい、えー、お疲れ様でございます。FX オリアルヒの皆様。そして今回は一般公開動画にさせていただきますので、えー、このね、動画をご覧の皆様、改めて、こんにちは、即価塾の久保でございます。今日は10月1日火曜日朝9時半なんですけども、今日の相場解説はですね、えー、テクニカル解説がほとんど用をなさないんで、ちょっとしたあ私のね、心配事、投資家の心配事についてお話ししようと思います。 タイトルは、投資家殺すには刃物はいらぬというね。この下の句は、雨の3日も降ればいいというね。まあそんな言葉になってますけども、もともとこの言葉ってね、どこから出たかははっきりしないんですけども、私が初めて聞いたのは、敵矢家業をしていた時なんですよ。私こう見えてもね、敵屋家業にちょっと手を染めたことがありまして、その時にね、雨続きの日があったんです。そうすると、敵屋の、まあそのね、えー、ボスがですね、言うんですよ。 敵は殺すには刃物はいらん雨の3日も降ればいいってなっていうふうに言うんですよねなんとなく粋だったなと思ったんで覚えていたんですけどもどういうことかっていうとねまあ敵屋に限らずその店舗を構えた商売って特に飲食店はね雨が降ると一気に客足が落ちるんですよ私も店舗を出しながらそれを強く経験したんですね雨にしてもそうだし台風注意報にしてもそうですしね その他、電車が止まったとかね、様々お客様が店舗に行こうとするモチベーションを落とす要素って結構あるんですよ。まあその最たるものが雨なんですよね。雨が降るとめんどくさいから早く帰ろうとかになったり、家にいる人はわざわざ出かけようなんて思わなくなるんですよ。まあそういったところからこの言葉が来てるんですけども、さあ、投資家殺すには刃物はいらぬってどういう意味なんでしょうかそれはですね、私たち投資家、 投資によって何らかの財を得てるものっていうのはですね、今回みたいな総裁選とか、強いファンダメンタル、材料、国際不安、こういうのがあると、一気に投資をするリスクが高まるんですよ。だから、ポジションを抜く傾向にあります。つまり、雨が降って、嵐が吹いて、台風が来て、お店が出せないっていう状態なんですよ。あの、昨日もそうだったんですけども、先週の金曜日の午後もそうなんですけども、 こういったね、国の原資を決めるという一大事なんてのは特に、どんな風にね、相場が動くのか、誰にもわからないんですよ。それこそ今回の総裁選は、高市早苗さんが直前まで総裁になる見込みだったので、ここにあるように、緩やかにドル高が進行していたんですよね。これはわからないでもないです。順当にいってるなってことで、飛び乗ることはできました。そして適当なところで飛び降りることによって、 短期的なファンダメンタルでの利益を取ることができたんですよ。で、その後、高市総裁がそのまま決まれば、さらにドル高が進むかなと思って構えていきたい人もいると思います。ところが、大番狂わせ。なんと、石破総裁に決まった瞬間、高市さなえさんの期待なんてのはね、ものともしないぐらいの暴落が起きました。まあ、これはドル円なんで、 単純に暴落って言っても、別に逆張りしていけばね、いい話なんで、必ずしも悪いことではないんですけども、大変だったのは先物とかね、株式相場ですよ。基本的には、株っていうのは持つことによって利益を得ますから、大暴落すると、含み損が膨らむんですよね。まあ、NISA なんて持ってる方も気が気でなかったと思いますし、実際にロスカットを受けた人が結構いたんじゃないかなと思います。だから、こういう時に私たち、為替トレーダーは、 ポジションを外すってことをするんですよ。株式の場合は一回持ってしまうと、10年、20年持ち続けるってことなんで、こういった悲劇は避けられません。そういったところで、投資で痛い目に遭って退場する人が多いと思うんですけども、今回みたいに私たちは、あの、為替でトレードしてますんでね、為替をポジション全部抜くってことができるんですよ。しかし、今日もそうですけども、相場がテクニカルに反応しないときって、ポジションを入れることがなかなかできないんですよね。 そうなると商売になりませんから損失は出ないんだけども利益も取ることができないんですよで無理してトレードをすると失敗する可能性が高いんでやっぱりできませんだから今日も昨日もそうなんですけどもトレードをしないという決断をしなくてはいけないんですよでトレードをしないってことは当然収入が入ってきませんから不安になりますよやっぱりだって年間で200日トレードできる日があると言われてますけども200日全部ができるわけじゃないんですよ いろんな事情があって、賞味100日ぐらいしかできません。だから1週間のうちに、まあよくトレードできて2日とか3日なんですよ。こういったことって投資の経験、特に為替トレードの経験がない方とか浅い方ってのは初めて聞いたっていうふうに考えるんじゃないですか。月曜日から金曜日までどんな状況の時でもトレードができる人、しかもそこで勝ち越す人ってこれは超上級者です。私も見たことありません。 だから相当な難しい部類に入るんじゃないかなと思います。で、私たち個人トレーダー、為替トレーダーはそこまでのレベルを目指してるわけではないんですよ。せいぜい月に2、30万。多くて4 50万。ね。神様みたいなレベルで100万、200万でいいんですよ。それ以上自分のトレードのスタイルを鍛えるために時間を使うんじゃなくって、そこは自由な人生を送りたいわけでしょ。これが トレーダーのワークタイムバランスです。自分の力をつけることに生涯を費やすつもりなんてないんですよ。何をしたいかっていうと、残りの人生でいくらぐらい必要だから、その一部をトレードで稼いで、稼げたらもうトレードから引退して、はい、終わりっていう風に安全策を取りたいんですよね。まあよく私は、その、置き銭っていう話をしますけども、これはね、鳥銭っていうんですよ。つまり、トレードの世界に入って、 一千万稼ぎたいなと思ったら一千万稼いで退場して二度とトレードをやらない。勝ち越しのまんま確定させるっていう作業です。どんなに力があってももう一回やったらもう一回に一千万稼げそうでももうやらないんですよ。そういうふうにやめ時を決めてきっちり計画通りにやめることができる。これが資金計画です。資金管理のもっと元の概念の資金計画です。よくね、投資はリスクヘッジだとか 資金管理が大事だよって言葉聞くでしょ。じゃあ具体的にリスクヘッジってのは何をすることなのか、何をしないことなのか。資金管理ってのは具体的にどの資金をどの割合でどのように運用していくことなのか、そしていつそれを止めたり動かしたりするのかってことを資金管理って言いますけども、資金管理の前にね、資金計画がなければ成り立たないでしょ。で、こういった教育を受けずに、もしくはこんな概念も知らずに、 もしくは噂びりの知識だけ資金管理が大事だよって言葉だけを知っていてねトレードをするって言っても雲をつかむような話になるわけですよまあつまり投資をするっていうのはそのぐらい緻密な部分も必要ですよってことですただしとりあえず勝ち越したいだけなら特に毎月3万5万をコンスタントに数年間勝ち越したいだけっていうことを目指すならそこまでギツギツにしなくても大丈夫です基礎用語を覚えて テクニカルトレードを坂田五法中心として少しだけ勉強していただいて大体その期間が半年ぐらいですよ半年過ぎたら徐々にデモトレードから始めてデモトレードで勝てるようになったら実際のトレードをやるでこれで1年ですね大学受験だってね1年間やるわけでしょいやもっとですよ中学の頃から大学受験をするって決めてる人は6年間やるわけですよそれに比べたらどうですかお金を 稼ぐ方法をたった一年学ぶだけで手に入るとしたら、こんなにね、簡単なものはないと思いますよ。私は大学を受験するときに、中学の頃はどっかあるだろうと思ってました。高校のときにはこれはダメだ、どこもないなと思いました。高校を卒業して、一年間、代々木ゼミナールに通わせてもらって、やっとなんとか入学することができました、大学にね。こうなると、7年間という時間と、親が出してくれた膨大な 準備金ってのが必要なんですよで大学を卒業して大学の費用も払ってもらいましたトータル3000万2000万うーんなんかぼやりとしか分かりませんけども私の仕送りをいただいた金額とかそれからえー、っとマンションね大学に在学中に住んでいたマンションの金額を込みで考えるといや本当にね1000万ってことはないですね2000万前後はかかっていたと思います で、それを大学卒業した後に取り戻せたかっていうと、取り戻せてないですよ。と、もうとんでもない話で。大学を卒業してもね、ま、ああの、そこそこの企業に勤めるのが精一杯でした。しかもそこを10年もかからずに私辞めましたからね。で、そう考えていくとね、1年間 FX の勉強に費やして、2年目からずっと、 プラスで毎月毎月数万とか数十万稼げるんだったらもう十分ですよ。こんなに割のいいね、リスクリワードのいい行動原理ってのはないと思いますよね。そして FX は別に10歳ぐらいからでも覚えれます。勉強できます。ひょっとしたらマスターできます。ですんで私は自分の子供にね、10歳になったらトレードを教えようと思います。私が自宅でずっとこのトレードをしてる姿を子供に見せながら 子供は私がトレードでこの暮らしを成り立たせてるってことを見てるわけですから意欲は満点だと思うんですよでそこにつけてお前将来のことを考えるんだったらとりあえず食いっぱぐれないようにトレードで勝てるようになっておけっていうふうにして例えば100万円あげてねその100万を10歳から15歳の間に1000万に増やしてみるかみたいなことをするわけですよね100万が仮にパワーになったところでどうってことないわけですよね でも10歳から始めた FX のトレーダーでね、15歳までに中学卒業するあたりまでに、その100万が1000万になったら、どれだけの強い資金と強い自信になるかってことですよ、もう進学なんてね、全然競争する必要ないです、もちろん興味がある学校が行けば勝手に行けばいいんですけども、その授業料ですら自分で払いますからね、まあ、そういうふうな、ね、計画をするのが私は資金計画だと思います。何のののためにそのお金が必要なのか そしてそれをより細かく配分するために資金管理ってものがある。はみ出したら戻す。ちょっとビビっていたらもうちょっと強気に行く。これが資金管理ですよね。資金計画はそのもっと元になるものですから、まずは資金計画を立てることだと思うんですよ。はい、ちょっと話しすぎましたね。話を戻しましょう。昨日とか今日とか先週の金曜日は私たちのトレーダーの出る出幕はなかったです。こんな時にね、テクニカルトレードなんてできませんし、 こんな時にテクニカルでもしトレードする方法があるよっていう人がいたら私は会ってみたいですよおそらくはったりか嘘かとてつもない高いレベルの人でしょ常識的に考えてとてつもない高いレベルの人が出てくるっていうのはなかなか考えられませんからどっちかっつうとなんか勘違いされてるのかなって気がしないでもないですけどねはいではですね、えー、今日の10月1日火曜日朝9時半の相場解説なんですけども 特に言うことはありません。あの、全くどうなるかわかりません。はっきりわかりません。テクニカルが効いてるとも思いません。とりあえず今日はトレードはできないと思って、トレード以外の生活の基盤をね、強めることとか、買い物に行かないといけない人は買い物に行くとか、他に趣味をやりたい人は趣味にやるとかっていうふうに、トレードにべったり張り付いて、こう、体験の効果の低い今日みたいな日に、まあ時間を使うよりも、 もっと他の人生を豊かする方に舵を向けた方がいいと思います。このようにね、朝6時とか3時とか、朝9時の時点、もっと言ったらその日が来る前に、おそらくこの日はトレードにならないだろうな、大嵐だろうなと思って、その日をトレードの計画でなくて、他の計画にしていくってことも、トレーダーの目利きの力量だと思いますよ。やっても無駄な日はやらない方がいいんですよ。で、勝ちやすい日に確実に勝つ。それが年間100日の。 有効トレード日の使い方なんだと私は思います。ね。だから、雨の日に無理に商売をする必要はありません。雨の日は内職をするかね、それとも昼寝をして体を休めるのか、それとも自炊のトレーニングでもしてね、一人でできることをやったりとか、老をねぎらうために誰かと会いに行ったりとかね、そういうことをすればいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、10分以上、ちょっと話しちゃいましたんで、今回は以上でございます。えー、今日もね、 トレードしたい方はすればいいんですけども、私はすることはないかなと思います。なんとなく相場を見ながら明日に備えようかと思います。明日はちょっとレベルが高い水曜日になりますけども、明日、明後日はできないことはないと思いますので、明日、明後日、今週唯一、唯一というか2日ですけどもね、唯一のトレードができる2日間という変な表現になりますけども、この2日間にかけようと思います。それでは第40週頑張っていきましょう。よっしゃ、できますね。